はいどうも、しょいてぃです。よへでーす。はい、お願いします。本日、新スパイクを紹介しまーす。今回紹介するスパイクがこちらー。じゃーんと。いや、普通の箱やないかい。当たり前やろ。はい。当たり前やろ。箱の中にスパイクがあるんです。はい。そんなのいちいち言わなくていいんです。はい。はい、その中身を紹介します。それが、こちらー。じゃーんと。今噂の。はい、こちら。GS スパイクというスパイクです。はい、走れ大井チャンネル with ゴリスポのあの二人が、まあ、メーカーを立ち上げたと。GS グローバルじゃないですか。あれのスパイク版が出たということで、ちょっとしょうがないなって言ってスパイク購入しました。めちゃくちゃかっこいいです。これですね。金属じゃなくてブロックソールにしてあります。もう今流行りですよね。そう、ブロックソールで足の負担をなくすということで。はい。で、大井くん的には、俺がね、ピッチャーが今野手にこう転向しようとしてると、はい、2つの関係で、で野手としてやってほしいんで、このスパイクいいと思いますよみたいなゲットしまして、はい。で今回ここベルトなんですよ。スパイクといえば紐ですよ。しかしアップシューズのようにこういうベルトになってまして、はい、まあ、交互になってます。交互に。そうですね。普通のまああのベルトだと同じ方向にしか行かないんですけれども、まあ、交互になってるので足にもしっかりとフィットするのかなと。他のメーカーでもフィット感を求めてあの交互にやるっていうメーカーもあるので、で今回こちらサイズが 27.5 を、用意してもらいまして、これを履いていくんですけど、はい、1回履いちゃいました。先日日高ボーイズさんの取材の時に、はい、もうその時にもらってもすぐ履いてって感じでやってたんで、はい、とりあえずこれ履いてキャッチボールしてノックしてと、はい、感覚というかレビューしていきたいなと思います。はい。スパイクですけど、まあ見ての通り白いんですよ。はいはいはい。白スパってやっぱ今年というか去年使われ出しているスパイクなんで、はい、でまあ種類的には白いスパイクのこのベルトのやつと紐のやつがあります。はい、はい、でもう一種類黒で、はい、ベルトのやつと紐のやつで4種類全部であって、はい、受注発注っていう注文してから作ってもらって納期がいつみたいな感じで届くんですけど、こちらのリンクあるんで、はい、モンタナさんのねリンクに、大井チャンネル専用のねありますんで、こちらからチェックしてみてほしいなと、はい、思います。はい、というわけでまずはキャッチボールとノックをしていきたいと思います。それではいきましょう。ゴー。別に今履いてるんですけど、この 2番目3番目ぐらいでいいと思う。こういう何こう緩めんの、うん、こう入ってますね。こうやってどうっすか。なんか白スパってなんかいいね。どんな感じだろう。結構地面に近いね。地面に。はい。俺今ナイキのスパイク使ってるけど、はい、結構刃が高いんで、はい、こう身長が高くなった感じがするんですよ。でこれは結構地面に近い感じ、なんで、てかその周りに刃があるじゃない。そうですよね。刃がこれすごい感じるわ。刃が多いのかなって、うん、感じる。これひねりづらいんじゃない。足ひねりづらい。まあボナールまさくんもねぜひとも買ってもらって、今回このフットラークさんのやつ履いちゃってるんですけど、そうですね。どうですか。フットラークも入ってます。 GS のフットラークの、レボルタイガーのアクセスブレガードの翔平 TV と、キャッチボールしてきます。はい、はい、さあやってきまーす。シュア。あ、地面に近い感じでやっぱり本当に投げやすいですね。投げやすいです。いいね。いいね。これ軽いっすか。軽い、ほんと軽いんで、なんか動きやすいっていうのもある。 28? だけど 27.5 でもいける、そんなスパイクでございます。出た。なんか違和感なんだよな。軽くノックしてきます。はい。投球に関してはどうですか。投げてみて。投球って
投げやすいからあんま気になんない。おお。うわー。バンドカットライボディ。エチ。やべ。おれ。エガ取り、エガ取り。ショヘドです。あれ。ショヘドキャッチしています。というわけで今やってまいりましたけど、はい、このスパイクいいね。やっぱ動きやすそうでしょ。軽い軽い軽いし、なんだろう、足のこのしっかりドンと、うん、歯が周りにあるんで、はい、しっかりこうグラグラすることなくしっかりこう動けました。本当にこう地面に近い感じで、うん、裸足と同じ感覚に近い感じだったんで、はい、動きやすかった。なるほど、はい、これはいいと思います。僕も今注文してるので、はい、そして、はい、お値段なんですけど、はい、このスパイク税込みで15,000円となります。おお、リンク貼っておきますんで、興味がありましたらぜひとも履いてみてはいかがでしょうか。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。GS プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ショウヘイ TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた